はい、6回目のガチャやります。どっちかっていうと強化のためにやっぱ90以上の特攻カード取りたいですね。見ましょう。運命をボールに託して、成績悪いね。うん、水沼選手2枚出たね。いいね。オッケーオッケー。2枚どこから？すごいいっぱいいるじゃん。すごいね。水浩太選手いっぱい持ってますね。81と81、レギュラー81ね。でこれが75だから81でいいんです。で、まあ、そろっちゃいないしね。ミドルレンジスナイプとピンポイントクロスということで、いいですね。これフュージョンです。じゃあどんどんいきましょう。どっちからいくか。こっちいいね。カード枠使ってた分を処理できるのはいいですね。ここで発動しましたね。ミドルレンジスナイプだからもうカットインってことだよね。限界を超えた。まさかこれは限界を超えた。まさかこれは強くなる、強くなる。フュージョンは調子いいですね。今日やるべきやった方がいいな。フュージョンはやりました。4回全体突破ってことです。ですから、15の4回だから 55% になるかな。強いな。おい、出過ぎだろ。これは2個あっても意味ない。55だね、水沼選手。うん、まあいいね、結構。で、あと見ていくと、クモンロペスに徳永選手、かかってますけど、うん。ピンポイントか。ポジショニング的に、まあ、これでも限界突破しないんだよね、2枚だとね。まあ、まとめとこう。あ、するね。いいでしょう。やっていきましょう。ヒファーレン、長崎。虹の強くないからな。ゴレンちゃんで虹蹴ってないね。パワーテクスタミナ優先順位は、パワースタミナだね。パワースタミナ。あとはいませんね。前田選手は特攻カード切ればよかったよね。しない選手、この辺は売っちゃってるからないね。ここまでね。雄平選手でもいいね。で1枚だけ、ちょっと足元持てるだけ持っとこうね。緊張期待を込めて重なってほしいですよ。さあ行ったぞ。泉選手持ってると思うね。72の泉選手ね。で特攻のちょっとこのゲージですが、 10% 超えてきたらフュージョンだね。15% ぐらいになればフュージョンして OK。 泉選手は上がると思うね。結構結構持ってんじゃない。これがレベル高いか。うん、高いね、レベルが。これ70のこれも限定ですね。ですからこっち側にフュージョンだね。2回限界突破っていうことですね。60から60にいきましょう。ですから5の10、15% ってことか。限界を超えた。やりました。
オフェンスの選手だね。オフェンス力、ディフェンスの選手だ。ミッドフィールダー、スピードとスタミナが強いね。ディフェンスはそうでもないね。まあ、オフェンスアップとテクニックアップがいいね。これプラスか。プラスってなるとね、これ名前よくラッピングコーナーつくから、こっちでいこう。これだと 75% っていうことですかね。15%。赤蹴りがね、5回連続で続いてる。これね、何も考えないで蹴ってるからダメだね。ちゃんと旗見ていこっか。旗見て、旗のなびき方が同じ方向を向いたとき、下の3本ですね。選手は OK です。ヒデオン選手 OK です。選手も持ってるね、80のね。かがんないじゃん。うん、重なった、重なってくれ。最悪のガチャですね。おまけを取りに行ってるガチャだよね、これだと。単純にね、ハモン・ロペス選手は 10% から 20% になるからやっとこうか。強くなる、強くなる、やりました。ギャンドンヒョン選手は持ってて80だよね、確かね。これ80で、やる必要ないっちゃないね。 20% か、20% これ1枚来てもね、売却だな。このローマの方売却です。ノーフュージョンでいきましょう。三田選手ですね、三田選手。ニューウェーブか、ニューウェーブの三田。フュージョンしておきましょう。限界を超えた。東京で活躍できるかなというのはありますよね。外国人のね、強力なフォワード陣いますからね。これはヒュージョンですね、山選手ね。このバンディアね。うん、ここはヒュージョンとなります。こちらにヒュージョン。限界を超えた。まさかこれは。パワーとスピードで問題ありません。欲しかったしな。10% の死闘。ああ、今のライトじゃなかったのか。運命のシュートが今。選手ないと思うな。あるかな。サカの選手か。5からの15か。運命をボールに託して。マスター選手 OK。 うん、これは微妙。違ってはいないね、いらないね。このままではカメラ選手と大丈夫かな。どうする、これは15になるだけだからしなくていいね。ここはいるね。ここをやっていきましょう。はい、10回目ガチャです。
1回目だけ二次決定、残り8回全部赤です。10回目です。まあ、重なってくるんでいいものの、ちょっと強いカードは手に入れてないね。で、自分のデッキが強くなった感じはないですね、全く。9回連続赤だね。今全部売りです。売りです。フュージョンです。お、最後に高橋亮選手。まあいいでしょう。よしよしよし、アップな。赤決定も85以上2回いったね。高橋亮選手ね、そうですね。イベントロッキー入れるか、高橋さん。強くなれ強くなれ、先に俺入れてきましょう。先生来い、パール。あー、沸騰か。パンは415だけど25パーだから、これでいいや。まあ10回やったんで終わりだな。前の選手はフュージョンして、こっちの方ですね。分かんないかな、分かんない。あとはガチャ付けのみでグレーの85以上を狙っていきましょう。突破させていきました。